皆さんこんにちは、今日は私のヘアアレンジを紹介していきたいと思います。はい、これが、完成形です。ウェービーの時はこんな感じで、髪の毛やってます。今からこのウェーブの、ボブ、ショートボブのウェービーヘアを作っていくので、ハウトゥーをご紹介したいと思います。ではどうぞ。まず、私の髪の毛をいつも美容室で何をどういう風にオーダーしてるのかっていうのをお話したいと思うんですけど、いつもピンタレストで可愛い髪の毛を探してヘアフォルダみたいなのがあって、このヘアフォルダに好きな、いつも可愛いこの髪型したいっていう髪型を保存してます。よくオーダーする髪型がこの子なんですけど、この子の髪型よくオーダーしてます。今日はヘアアレンジですね。結構ショートボブとかってでアレンジ難しいんですけど、私はよくウェーブヘアをやるので今からやっていきたいと思います。まず、やることがこのヘアオイルとこのワックス全体的に塗るんですけど、こんな感じで混ぜます。第1ぐらいですね、まあ、この配分結構適当です。一回混ぜて練り込んで全体をちょっとウェットな髪質にします。なんかパサパサ状態で巻くと仕上がりがあんまり良くないので、全体を濡らします。で、そろそろ温まってきたので、この100均とかコンビニとかに売ってるクリップで上半分をこういう感じで留めます。で、巻いてきます。巻く時のポイントが、普通にこう縦に巻く、こういう感じで巻くんじゃなくて、横に持ってきて、ちょっとめんどくさいんですけど、交互に外、内、中っていう感じでウェーブを作るためにこんな感じで巻いていきます。これ結構時間かかるから、こういう風な巻き方の方が自然なナチュラルなカールが出来上がります。全体繰り返します。でも気をつけてほしいのが、短すぎるところがすごい巻きづらくて、お肌にコテが当たらないように注意しながら巻いてください。で、巻くときにもう一個おすすめなのが、巻いててどんな感じの髪型にしたかったんだっけみたいな、分かんなくなったりするんですね。なんで私はこれこそ、これもピンタレストなんですけど、可愛いウェーブの、なんだろう、参考画像みたいなのを見ながら、あ、こここんな感じで巻いた方が可愛いなみたいな感じでやってます。こういう髪型の子とか、これを鏡の前に置いておきながら、自分のやりたいヘアを目の前に置いて鏡で作っていくと、簡単にその感じで模写して作れます。で、一番ポイントなのが上のてっぺんですね。このてっぺんをちゃんと巻くこと、ペタってなっちゃうとふんわり系のヘアが作れないので、ここはポイントですね。全体を巻くっていうのがポイント。私は先に内巻き、外巻き、内巻き、外巻きっていう順番にしてます。こっちやってないんですけど、こっちがだいぶ完成してきましたね。髪
髪の毛の中の部分が巻けてなかったりするので、そこもちゃんと巻いてあげる。毛先の方は巻かないんですか？毛先はなんか外羽にちょっとなるようにあえて、私は髪の毛の長さ的に最後外巻きで終わるようにしてます。巻いた、ちで、ちょっと外羽ぐらいが終わり。ここが結構ポイント。当て目が一通りのこのできたんですけど、これまだ完成じゃなくて、ここの部分が一番ポイント、顔周りの髪のポイントで、ここをナチュラルにしていきたいんですね。なんでこの分け目をちょっとぐしゃぐしゃってします。で、今使ったワックスがですね、はい、このクールグリース、これはメンズ用でもないけど、男の人がよく固めるやつで、めちゃくちゃホールド力があって、私髪の毛短いんで結構これすごい使ってます。これ全体的に仕上げでちょっと固めるっていう意味でやってきます。この顔周りのふんわり感をポイントで出したいので、ここをちょっと外巻きにこう縦で、今回は縦で外巻きで巻いてきます。もうちょっとふんわりさせたいので外に巻いていく。最後は全体的にちょっと縦巻きでフィニッシュさせるんですけど、私はこっち側をちょっと耳にかける。で、こっち側をこっち側に仕上げ、先をちょっと跳ねさせてるの分かりますか？こんな感じでちょっと跳ねてますね。はい、できました。こんな感じで抜けました。こっちは耳かけず片面だけかけるっていう風に。こんな感じでウェービーヘアを作っていきます。所要時間だいたいね15分ぐらい、10分15分ぐらいでできるし、まあ、ちょっと手間、ウェーブ作るのは手間なんですけど、結構簡単なので、ぜひ皆様もやってみてください。